はいどうもフレブルブリーダーチャンネルです、グラトニーさんお肌のケアをしてもらってますけども、はい、でね僕はですね、メンサというね組織に在籍してるんですけども、で皆さんメンサってねご存知ですか？まあ、人間の知能指数を表す、IQ っていうのがあるんですけども、で東大生の平均が120ぐらいで、メンサの、会員になるためのテストに受かるには最低130が水準になってるんですね。でそうやって考えるとそこそこ IQ が高い、いわゆる天才っていうやつなんですけども、まあ、天才は自分のこと絶対天才って言わないんですけどね、はい、そうで、その高 IQ の人だけがね入れる組織がねメンサっていうのがあって、で人口の 2% の人が、IQ130 以上でその水準を満たせるらしいです。で日本だと会員が3000人で、全世界だと13万人の会員がいます。で今日はですね、そのメンサ会員の僕が、いつもコメントでねアンチコメントとかたくさんもらうんで、で基本的に僕はあんまり相手にはしてないんですよ、ね、なんだけど今日はちょっとネタ切れたのでアンチコメに対してのもうメンサ的な見解というかねいうのをお話ししていこうかと思います。でアンチって3パターンあるんですよ。で3パターンあるんですけど、で3つ目に言う人がすごく厄介で一番怖いんですけども、で1つ目は、まあ、バーカバーカっていう小学生タイプの一番アホなタイプのアンチの人、これが1つ目で、2つ目は結構ネチ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 としつこく言ってくるタイプ、そうの人がこれ2つ目で、3つ目これが一番厄介な人なんですけども、一番厄介なのは無視する人、これが一番厄介です。で、まあ、文句言いながらも動画見てるんだったらもう僕は万々歳なんですよ。で低評価をされても収益って上がるんで、でこれYouTube のアルゴリズムなんですけど、低評価をしても高評価をしても動画の評価って一緒なんですよ、ね、低評価100で高評価ゼロね、でその逆でも動画の評価って一緒なんです。要は、悪い印象でもいい印象でもどっちでもいいから、たくさんの人の興味を引く動画っていうのが、Google の YouTube のアルゴリズムでいい動画っていう風に定義されるんですよね。なんで基本的に僕は低評価をされてもアンチコメもらってもありがとうございますなんですよ。それで僕はね広告の収入を得てるのでそれで全然いいんですけども、なんでやっぱり3つ目のそのスルーする人っていうのが僕的には一番こう思い通りに動かないっていうか、でまあ大体こういう動画上げたらこういうアンチコメ来るだろうなとか、こういういいコメントも来るだろうな、で低評価と高評価の割合って大体このぐらいになるだろうなって大体計算してやってるんですけど、大体その思う通りになるんですよ。でっていう風に僕の動画に低評価をしたりとかアンチコメしてる人っていうのはまあすごく言い方なんか皮肉めいた感じになりますけども、僕の思った通りに動いてくれてるんですよね。で思う通りに動かない人っていうのがやっぱりそのこう低評価も押さないしアンチコメもしないただシンプルに去って動画消して他の動画見に行く人、これが一番僕の思い通りになってない僕にとっての嫌な人なんですよ。でもアンチコメに対してはもう一貫して次の動画で謝罪するんで次の動画確認してくださいって僕言うようにしてるんですけど、ね、こんな YouTube のコメント欄でアンチコメするようなバカなやつ絶対見るんですよ。それで、で次の動画もまさか謝罪してるんだろうなって言って見て、で謝罪してないんですよ絶対。そう当然謝罪なんかしないんで、でそしたらまたその次の動画のコメント欄でなんだおめえ謝罪するっつったのに謝ってねえじゃねえかよってまたアンチコメするんですよ。でそのアンチコメントにまた僕がすいませんちょっと謝るタイミングなくて見逃しちゃって、そう次絶対謝るんでまた確認してもらえますか、次は本当なんでって書くと、また次の動画そいつら見て、でまたいつ謝んだよお前とか言ってるんですけど、いやもう本当にこんなバカいんのって思いますね僕ね。で結構マンソンはアンチコメ気にするんですよそうそう結構あいつ人の評価気にするタイプなんで、僕はあまり他人の評価気にしないんですよ。だけどあいつ結構気にするんで、アンチコメとかコメントあいつも全部読んでて、であるとすげえ気にしてんですよ。アンチなんか言ってたよ悪口言ってる人って、別にお前が言われてるわけじゃねえのにとか思うんですけども、なんでマンソンの悪口はねみんな書かないであげてよ、ね、かわいそうと気にしちゃうから、僕は気にしないからいいけど、そうマンソンの悪口書いたらマンソン泣いちゃうからマンソンの悪口は書かないでくださいね。
でこっからは新手のアンチすごい秀逸なアンチがいるんですけども、僕今まで見た中で一番秀逸なやつ、もう天才がいるんですよ。でそれをちょっとねご紹介させていただきたいと思います。で僕動画の中で犬を数えるときに1人2人って数えるんですよ。そう、1頭2頭じゃなくて、まあ家族として接してるから1人2人っていう風に数えてるんですけども、でそれに気づいたアンチがいるんですよでそのコメントがおい犬数えるときはよ1人じゃねえだろ、一匹二匹だろうがってコメントしてきた。でもこれ、そんなさほどでもないと思うじゃないですか。そうそう、そこまでじゃないと思うでしょ。これ違うんですよ。このコメント実は大晦日の22時に書き込まれてたんですよいやちょっと待てよ、大晦日の22時ですよ。いやもう日本人のねほとんどの人がですよガキつか見たり紅白見たり、ね、格闘技見たり、ね、家族や恋人とで仲のいい友人とかとね、で今年もいろんなことあったねなんて言いながら、ね、また来年もよろしくねなんて会話をしながらですよ、1年を振り返ってテレビを見ている時間にですよ、お酒を飲みながら、そいつは僕のくだらねえ YouTube を見ながらわざわざねコメント欄開いて低評価ボタンを押してでしたコメントが、犬数えるときは1人2人じゃねえだろと1匹2匹だろって、いやもうなんだろう、このなんていうんですかね、お前さ感というか、もうこれめちゃめちゃ秀逸ですね。でも僕ねこのコメントでこのアンチだけはね僕ね釣られてしまったんですよ。もう黙っていられなくて、もうなんだこいつってなんだこいつってなっちゃって、そうそう黙ってらんなくて、でも名前とかも出てるじゃないですか。なんでそれも検索してその人のフェイスブックのアカウント見つけても、ね、そうそう釣られちゃってるのも気になっちゃってしょうがなくなっちゃって、どんな人なんだろうみたいなね。でもそういう天才がいましたよ。でね、まあ、最近あった話だとこれねサムネ貼りましたけども、ボルゾイにね襲われた犬がいるっていう話をさせてもらった時のこの動画なんですけど、過去動画にあるんでまだご覧になってない方は確認してもらいたいんですけど、でこの動画でですね、もう気に入らないから消してくれっていう問い合わせがあるんですよ。で内容気に入らないから消してくれって、で内容気に入らないから消してくれって言われて全部消してたら動画全部消えちゃうよみたいな。そうそう当たり前じゃん。そうそうね、そうだから動画の内容のどこが気に入らないのって聞いたんですよ。したら事実と違うこと、嘘をつかれてるからそれが気に入らないから消してくれと、うん、なるほどと。でじゃあどこが事実と違うのって聞いたら、それは教えてくれないんですよそうそうそう、で事実とどこが違うのか教えてもくれないのに動画削除できないよって、僕も仕事で動画配信してるんだからそれは消すことはできませんって言ったら、でいやでも消してくれと、気に入らないから消してくれと、なんで消してほしいのって、事実と違うからでじゃあどこが事実と違うのってなるといやもう分かんない、教えてくんないみたいな、ね、教えないみたいな感じで、じゃあ消せないよって、もうこれループしちゃってるんで、そうそう無限ループするんで。でこのアンチコメとか のどこが新手かっていうと、一人じゃないんですよこれその当人の本人 のブログとか SNS があるんですけど、でそこの読者さんが、まあ、要は取り巻きのその人たちがすごく僕の SNS とか YouTube のコメント欄に突撃してくるんですよ。はい、でその人のブログ内とかでは、まあ、僕のこと名指しして結構ね、別に僕はいいんですけど、なんて言われてもね、なんて書いてもらっても別に構わないんですけども、そう YouTube で動画配信するってそういうことだから全然別に覚悟してるんで、なんて言われてもね構わないんですけど、でまあそのブログ内とかでもそのブリーダーに問い合わせたら、金儲けでやってるから動画消せませんって言われましたとか、もうなんかね結構書くんですよ、それあることないことね。でそう僕はあることないこと書かれるの別に構わないですけど、そうね、そう動画配信者なんかそんなもんでしょ。
問題はその投稿を見たあのそう取り巻きの人らがめっちゃ興奮してるんですよ。そうめちゃめちゃ怒ってんだよね。でなんで関係ないのにお前ら怒ってんだよと、もう、まあ、それは置いといて、そうそうそう、であの本人と話しても会話ずっと平行線なのに、そんな取り巻き の、あのなんか何もよう分かっとらん人たちと話したって、ね、全然絶対、ね、解決なんかするはずないんですよ。で僕一応コメントとかは全部あの YouTube のコメントはね全部返信させていただいてるんですけども、ね、まあ、一応それも返信するとやっぱ当然案の定会話なんない。でどこが事実と違うのか説明してくれれば削除するから、だから教えてくれと頼むから頼むからお前ら教えてくれよって、その、ね、どこが違うのか教えてくれって言うと、それはまあ全員口揃えて言わないんですよ。そうだからもう気に入らないから消してくれの一点張りで、でしまいにはその嫌がってる人がいるんだから、あなただって動物好きで良心があるんだったらあの、ね、そう嫌がってる人がいるんだから消しなさいよみたいな、いや嫌がってる人がいるからって消してたらだから動画なんか一個もなくなっちゃうでしょって、だからちゃんと理由を説明してほしいなって思ったんですけど、でその取り巻きの人らのコメントなんですけど、これちょっと貼りますね。あの別にさら、まあ、結果的にさらしてるんですけど、そうこれひどくない？ね、もう赤髪のシャンクスじゃないですけど、ね、俺のことはいいけどみたいなね犬のことバカにすんなよって思うんですけどね、まあひどいでしょ。だからこういうの結構多いんですよね、まあ、ちょっとあまりにもひどいのは削除してますけど、ね、ひどいでしょこれで、まあ、その本人のブログ内とかでも、まあ、その見れば見るほどこっちでもね騒げば騒ぐほどそのあいつの収益になっちゃうから、みんなで動画見ないようにしようとかでなんかもうそのコメント欄とかでもあの低評価押しまくろうぜとかねもう別にいいけどね、いいんですけど、もうなんか子供の喧嘩じゃないんだからって思うんですよね。でそのね、見ないようにしろよって言われると見たくなるんですよ人間って。そう絶対見ちゃうんですよ。でみんなもね分かると思うんですけど、あれですよ、ダチョウクラブの押すな押すなで押したくなる原理と一緒で、あれってもう心理学的にもああいうねあの実験とかされてて、あれって絶対人間押しちゃうんですよ。そう見るな見るなって言われたものにねほど人間って興味が湧くんですよね。で僕は当然事実だと思って投稿してるし、その僕も第三者のインスタグラムの投稿を見て、その投稿を見てそう自分なりの見解、自分なりの考え方とか、僕はねそういうのを見てこう思いましたよっていう話をさせてもらっただけで、そこに悪意とかはないんですよ。だってもう顔を見たこともね知らない人のね悪口こんな動画で言ったってしょうがないじゃん。でまあその取り上げられたこと自体が嫌なんだとしたらですよ、内容云々じゃないんだと思うね、動画でね話されたこと自体が嫌なんだって言うんだったら、そういう話ってもう自分の SNS とかブログでもするべきじゃなくない？だって全世界に配信してるんですよ。ましてなんかちょっと拡散希望な感じの雰囲気なんですよ投稿も、ね、みんなで怪我した子をね応援してねみたいな内容で、そうそう、そんなの広まるに決まってるじゃないですか。でそれが自分の意図してないところまで拡散されてしまって、でそのね解釈のされ方が自分の意図しないものとしていろんな人にね不特定多数の人に、届いてしまうなんてこと当たり前じゃないですかね。そう子供じゃないんだからそんぐらい分かんないのかなとも思うんですけどね、まあ、テレビのニュースとか週刊誌とかね、そういう芸能人一個人の SNS の投稿とかもね全部そうだと思うけど、そうそう、その受け手に任せるしかないじゃないですか。その事実かどうかってね、その人が喋ってることが本当かどうかとか真実がどうかっていうのはあの受け手が決めることなんですよね。週刊誌で誰々が不倫したみたいなねニュース出た時にそれ信じるか信じないかってその読んだ人次第じゃないですか。書いてあることが全部事実なんて限らないし、書いた人もねその週刊誌の人も全部憶測の範囲で動いてますよね。憶測の範囲の中は絶対超えられないじゃないですか、その本人以外はね。なのでそんなの当たり前なんですよ。事実と違ったことが広まってしまうかもしれないとか、自分の意図しない形でみんなに届いちゃうかもななんてこと当たり前なんですよね。そうそうそう。でまあもう別に動画消してもいいんですけど、だな説明欲しいなって思ってて、もうそうなんですよどこが事実と違うのって言ってもその本人も取り巻きの人らもみんなもうだんまりだから
で、そうそう、あまりにもしつこいから、あんまりコメントとかね低評価を押すと動画の収益になったりとか検索で上位に上がるようになるから、嫌だったら書かない方がいいよって書いたら、ピタッと書かなくなるやつとかがいて、なんて可愛くない？ね、あんまりこう気持ちいい話はできなかったんですけどもね、すいませんね。で、皆さんね、はい、低評価でもいいんでください。では今日はこの辺で。